わかるぜ、今のてめえの気持ち。自分より強い奴を殴るのは楽しいよな。目の前の敵を倒すことにガキみてえに夢中になってよ。ぶっ倒してぶっ倒して、気づけば最強と言われるようになった。そこから何が見える？つまんねえぜ。自分より強い奴がいない景色ってのは。てめえは幸運だ。この気持ちを知らずに済むんだからな。諦めろ。お前は俺とは違う。何も変えることはできねえ。光月家は滅び、和の国は新鬼ヶ島になる。俺は退屈な最強のままだ。